ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、ゲームの裏技とか聞くとワクワクするわ。ズルしてたりいけないことしてる背徳感なのかしら。ああ、裏技ってワクワクするよな。実は人生にもたくさん裏技はあるんだ。知ってるだけで人生ちょっとはかどったりするぜ。それは聞き捨てならないわね。それじゃあ今回は、知らないと損する裏技10選を、教えてやるぜ。裏技で人生チートしたいわ。知らないと損する裏技10選1つ目は、じゃんけんの勝率が上がる裏技、だ。じゃんけんは何か決め事をするときに使うことが多いが、もしかして運任せでグーチョキパーを決めてないよな？3つのものしかないから運に決まってるでしょ？実はじゃんけんを出す手には偏りがあって、それはパーを出すと勝ちやすいということだ。いやちょっとそれだけだと眉唾ものだわ。これはちゃんとした研究でな、桜美林大学の研究者が、1万回以上のじゃんけんデータを分析したところ、じゃんけんの確率は、グーが 35.0%、チョキが 31.7%、パーが 33.3% という結果になったんだぜ。結果、パーが勝ちやすいということが判明したんだ。そんなことがあるのね。とりあえずパーを出せばいいのね。そして、人はアイコになったら、次は違う手を出したがる傾向にあるそうだぜ。だからアイコになった場合は、アイコで出した手に負ける手を次に出すんだ。あれ？少し話が混乱してきたわ。例えばパーでアイコになった場合、最初の手に負けるのはグー。だからグーを出すのがいいんだ。なるほどね、理解できたわ。相手は2回目にグーかチョキを出す確率があるってこと。だからグーを出せば生き残る可能性は高くなるんだぜ。これならじゃんけんに強くなれるかも。早速、誰かとじゃんけんしたくなってきたわ。これで少人数のじゃんけんには強くなれるぜ。他にも面白い必勝法があるぜ。なになに？気の強い人、中年男性はグーを出す確率が高く、女性に比べると男性がグーを多く出す傾向があるだ。また、最初はグー、じゃんけんポン、を強くはっきり言うことによって相手が力み、グーを出してくる確率を高める方法もあるんだぜ。ちょっと根拠がなくて笑っちゃったわ。もしかして、中年の男性に掛け声を大声にして、パーを出したら、もう負けないんじゃないかな？これぞ正真正銘のおじさんキラーだぜ。でも、周りの人から変な目で見られないように、注意してじゃんけんしてくれよな。じゃあ、次の雑学だ。知らないと損する裏技10選2つ目は、ハサミでアルミホイルを切ると切れ味が戻る、だ。この前ハサミの切れ味が悪いから、コンビニで新しいのを買ってきちゃったわ。それは残念だぜ。普通はハサミを砥石で磨くと切れ味が戻るんだけど、これは難易度が高いんだぜ。私、砥石なんて触ったことないわ。ハサミは2つの刃をすり合わせることでカットできるが、研ぐ場所を間違えると逆に、すり合わせの角度や摩擦が悪くなり、使い物にならなくなるんだぜ。確かに自分でやるのは難しいわね。でも安心してくれ、ハサミの切れ味は、10回程度アルミホイルを切ると復活するんだぜ。アルミホイルを切断すると、ハサミの刃で構成刃先という現象が起き、圧を受けたアルミはハサミの刃先に付着し、加工硬化されて硬い刃を形成するんだぜ。だから、わざわざ新しいハサミを買わなくても、家にあるものでなんとかなるぜ。なんか難しい言葉が出てきたけど、とりあえずアルミホイルを切ればいいのね。そういうことだ。私はいつも切れ味が悪くなると、イライラしちゃうんだけど、刃を研いだ方が良いサインとかってあるのかしら？もちろんあるぜ。細い線状の筋が確認できた時が、ハサミを研ぐタイミングだ。ハサミの刃の傷が深くなればなるほど、深く研がないといけないから、サインが出たらこまめに研いだ方がいいぞ。これは知ってるだけで役に立つそうな雑学ね。それと大事なことを伝えておくぜ。ハサミで粘着質のものを切るとき、例えば、テープやシールだな。これも切れ味を落とす原因になるんだぜ。もし粘着が頑固で洗っても落ちない場合は、消しゴムを使ってゴシゴシするといいんだぜ。すごくいいこと教えてもらったわ。これで私のハサミも長持ちするわ。ちなみに包丁でも同じことができるんだぜ。包丁の場合はアルミホイルを、ハサミのように切断できないから、アルミホイルを丸めて切るのがおすすめだ。こんな便利なことができるなんて知らなかったわ。そういえば私のおばあちゃんは、お茶碗の後ろでやっていたわ。そうそう、茶碗を裏返すと、丸い糸底という底面があるんだけど、そこに包丁の刃を当てて、手前に数回、裏返して手前に数回引くだけで、包丁の切れ味が良くなるんだぜ。なるべくザラザラした糸底が望ましいぞ。おばあちゃんはこれを知ってたのね。ただしこれらの方法は、砥石で削って刃を鋭利にしているわけじゃないから、切れ味は持続しないんだぜ。あくまでも応急処置として活用してくれ。生活の知恵っていうのはいろいろあるのね。じゃあ、次だ。知らないと損する裏技10選3つ目は、もやしを長持ちさせる裏技、だ。よくもやしは栄養素がないって言われるが、実は、
ビタミン、ミネラル、食物繊維など、体にいい栄養がたっぷりなんだぜ。安いだけじゃなく栄養もあるのね。ちなみにもやしがどのくらい持つか知ってるか？3日ぐらいかしら？でもいつも冷蔵庫でしなしなになってるわ。もやしは通常、製造日から2、3日後ってところだな。もやしってすぐダメになっちゃうね。もやしは野菜の中でも特に鮮度が落ちやすいんだ。日が経つごとにビタミンなどの栄養素も減少するから、できるだけ早く食べるのが基本なんだぜ。温度が高いとすぐに劣化するから野菜室ではなく、より温度の低いチルドルームで保存するのがいいぜ。でも、もう少し日持ちしてくれたら嬉しいわね。安心してくれ。ここで本題だ。もやしを長持ちさせる方法が2通りあるぜ。一つ目は、冷蔵保存だ。はじめにもやしを袋から全部出し、保存容器に入れて浸かるまで水を入れるんだ。この水を2日に1回程度取り替えると、1週間程度保存できるんだぜ。それはすごいわね。二つ目の冷凍保存はもっとすごいぞ。未開封のもやしを袋のまま冷凍庫に入れると、3週間ほど持つんだぜ。食べかけのもやしでも保存袋に移して、空気を抜けば同じ方法で保存できるぜ。あら、びっくり。3週間も持てば、一度大量のもやしを買っても、毎日もやしの献立を考えなくて済むわ。だけど、一度凍らせたもやしは、シャキシャキ感がなくなるんだ。だから、冷凍保存したもやしは汁物に使うといいぞ。これなら安い日にまとめ買いしても問題ないわね。じゃあ、次に行くぞ。知らないと損する裏技10選4つ目は、ワイシャツの頑固な襟汚れを楽に落とす裏技、だ。霊夢はワイシャツの襟が汚れることはないか？いつも汚れてるわ。この前は黄ばみがひどかったわ。なんでこんなところが汚れるか不思議なのよね。実はワイシャツの黄ばみの原因は、皮脂汚れが蓄積したものなんだぜ。襟周りは、人の首や肩の皮膚と擦れやすく、その際に、皮脂がワイシャツの繊維の奥まで染み込むんだ。何それ、やっぱりあの汚れは私のだったのね。特に、汗をかきやすい人は皮脂の分泌が盛んなため、襟周りが黄ばみやすくなるんだぜ。また、整髪料が襟につくことも汚れの原因だぞ。気にしたことなかったわ。黄ばみは紫外線や空気に触れることで酸化するから、早めに対処しなければどんどん濃くなっていくんだぜ。いやー、ちなみにこの前は黒ずみがあったんだけど、黒ずみの原因も、黄ばみと同じく人の皮脂だぜ。ただし、黒ずみは、皮脂に加えてホコリやゴミが蓄積してしまった状態で、黄ばみ以上に頑固だぜ。けど、心配することはないぞ。ワイシャツの汚れは食器用洗剤で簡単に落とせるんだ。やったー。でも、どうして洗濯用洗剤じゃないの？黄ばみや黒ずみの原因は、皮脂イコール油汚れなので、食器用洗剤を使うことで落とすことができるんだぜ。ここからは手順を説明していくぞ。はじめに、食器用洗剤とぬるま湯を用意だ。襟や袖など、黄ばみや黒ずみが気になる部分を、お湯に浸して濡らす。次に汚れが気になる部分に食器用洗剤を塗り込む。この時歯ブラシを使うと、繊維にうまくなじませることができるぞ。汚れが落ちてきたら一度すすぎ、最後に通常通りの洗濯すれば完了だぜ。歯ブラシを使って食器用洗剤をなじませることが大切ね。そうだぞ。力は入れずに、擦る回数を増やすことが肝心だ。確かに洋服は傷めたくないわ。汚れがひどい場合は、洗面器などに40度のお湯を入れ、その中に漂白剤を入れてつけ置きするのがいいぞ。20から30分ほど置けば、しつこい黄ばみもきれいに落ちるんだぜ。その後は軽く絞って洗濯機に入れれば OK だ。これなら襟汚れを心配しないで済むわ。それじゃあワイシャツを着ておしゃれしようかしら。ああ、好きなようにしてくれ。それじゃあ、次に行くぞ。知らないと損する裏技10選5つ目は、お肉を柔らかくする裏技、だ。霊夢はスーパーでお肉を買って、硬くて残念だったことはないか？そうそう、お肉ってなんか柔らかく焼けないのよ。いっつも革ジャンみたいなお肉を食べてるわ。革ジャンを食べたことがあるみたいな言い草だな。だが安心してくれ、これからは安いお肉でも、ジューシーで柔らかく食べることができるぜ。ワクワクだわ。安いお肉を柔らかくするにはだな。ズバリすりおろした玉ねぎに漬け込む、だ。15分ほど漬け込むだけで劇的な変化をするぜ。たたた玉ねぎのすりおろしですって？それだけで本当に変わるのかしら？仕組みとしては、玉ねぎにはタンパク分解酵素という、タンパク質を分解する役割があるんだ。タンパク質をアミノ酸に分解する手助けとなるもので、お肉がびっくりするくらい柔らかくなるんだぜ。へえ、そんな働きが。ちなみにタンパク分解酵素を持つのは玉ねぎだけじゃない。舞茸、グリーンキウイ、大根、パイナップルにもあるんだぜ。舞茸を水に浸すと出てくる漬け汁に、30分ほどお肉を漬ける、とか、大根をすりおろしたものに漬け込む、とか、いろいろな方法で柔らかくすることができるんだ。その時家にある野菜でできるのは良さそうね。酢豚にはパイナップルが入っていることがあるだろ？酢豚にパイナップルが使われるのは、彩りや味だけでなく、酵素の働きを期待して使われているんだぜ。
そうだったのか、ただの邪魔者じゃないんだね。これでもう革ジャンみたいなお肉とはおさらばだ。美味しいお肉ライフを送ってほしいんだぜ。知らないと損する裏技10選6つ目は、濡れてシワシワになった本を元に戻す裏技、だ。そんな方法があるんだ。昔、雨で濡れた教科書がシワシワになっちゃって、捨てたら学校の先生にすごく怒られたわ。捨てたらさすがに怒られるぜ。もう本は無駄にしないって決めたわ。濡れてシワシワになった本を直すには、ジップロックみたいなフリーザーバッグに入れて、一日冷凍庫に入れるんだぜ。取り出した後は、辞書、レンガなどの重しで、約5日間本を放置すると、綺麗な状態になるんだぞ。冷凍庫に入れるのね、少し度胸がいるわ。本を冷凍すると元に戻るのは、実は紙の性質が関係しているんだぜ。紙には、乾く瞬間に繊維が縮む性質があるので、一度濡れて乾くとシワができるんだ。だから縮みにくくするには、なるべく水分を含ませないことが大切なんだぜ。紙についてあまり深く考えたことなかったわ。冷凍して、事前にある程度の水分を蒸発させることで、乾く瞬間の水分量を減らして縮ませないようにするんだ。冷凍する方法は一気に水分を飛ばすことができるから、本全体がびしょ濡れになった場合は、この方法がおすすめだ。私の場合は、表紙と何ページかが濡れたんだけど、自然乾燥で乾かすことができたわ。そういうケースもあるな。けど、ページはシワシワでどうしようもなかったわ。それならもっと良い方法があるぜ。アルコール液をかけて、アイロンをすると、濡れてシワシワの状態で乾いてしまった本でも、元に戻すことができるぜ。アルコールはキッチン用、消毒用でも大丈夫だ。最初、シワになっている部分にアルコールをする。だいたい、75% ぐらい濡らしてくれ。次に高温でアイロンをまっすぐかけるんだ。そして、本が熱いうちに重しを乗せ、3日から1週間ほど、放置するだけだぜ。こんな発想思いつかなかったわ。本が濡れても諦めないでほしいぜ。間違っても霊夢みたいに捨てるんじゃないぞ。これからは捨てないわ。それじゃあ、次に行くぞ。知らないと損する裏技10選7つ目は、冷蔵庫の電気代を収納で節約する裏技、だ。霊夢、冷蔵庫の仕組みって知ってるか？冷蔵庫の仕組みを知ってる人なんてそんないないでしょ。冷蔵庫には、冷蔵庫を冷やすための冷媒という、パイプがたくさん張り巡らされているんだ。冷媒は、冷蔵庫の外と中をぐるぐる回っていて、冷蔵庫の外では液体、中では気体になるんだ。液体の冷媒は冷蔵庫の中の熱を奪い、冷蔵庫の中の熱を含むと気体になるんだ。そして冷媒はパイプの途中にある圧縮機に集まり、気体になった冷媒が圧縮されると今度は液体になり、冷蔵庫の中にまた戻っていき、あとは繰り返しだな。難しくてついていけなかったわ。とりあえず、冷蔵庫の冷気で物を冷やすと、冷蔵庫を冷やすまでに時間がかかるんだぜ。すなわち、ここで電気をたくさん使うんだぜ。じゃあそこが電気代を節約するポイントなのかしら？ああ間違いない。重要なのは収納術だ。収納をうまくすることで冷蔵庫内の温度を保つんだぜ。冷蔵庫エリアには食品をまんべんなく冷やすように、ゆとりを持って物を入れた方が冷たい温度が保てる。冷凍庫エリアの場合は逆なんだぜ。物を詰め込んで入れることで、凍った食品同士が保冷剤の代わりになり、温度上昇が防げて電気代の節約になるんだぜ。すごくいいことを教えてもらったわ。けど、うちにそんな凍った食品がないわ。もし何もない時はペットボトルに水を入れて、隙間をなくすように冷凍庫に入れるといいぞ。それは賢いわね。じゃあこれからはペットボトルもいいけど、コンビニでたくさんアイスを買っておこうっと。逆に贅沢して生活費が上がっちまうのも考えものだぜ。それじゃあ、次に行くぞ。知らないと損する裏技10選8つ目は、簡単に鼻血が止まる裏技、だ。マリサ、大変。どうしたんだ？家の廊下に赤い液体が垂れてるの。それは緊急事態だ。もしかして鼻血じゃないか？とりあえず鼻を押さえた方がいいぞ。そうね、もしかしたら気づかないうちに出てたのかも。霊夢が心配だな。あ、鼻血じゃなくて、さっき食べたオムライスのケチャップだった。おい、心配して損したんだぜ。ごめん、ごめん。でも鼻血って気づかないうちに出たりするよね。鼻血が出る仕組みがあるんだけど、鼻には、鼻の穴の皮膚と粘膜が移り変わるところに、キーゼルバッハという細い血管が集まってるんだぜ。鼻血の多くは、空気の乾燥や鼻炎などで鼻の粘膜が弱くなって傷つき、この細い血管が破れて鼻血が出るんだ。季節の変わり目や気温の変化も影響してくるから、気づかないうちに鼻血が出ることもあるんだぜ。そういうこともあるのね。確かに冬はよく鼻血を出すことが多いわ。きっと空気が乾燥してるのね。
霊夢は鼻血の止め方を知ってるか？上を向いて血が垂れてこないように、ティッシュで鼻を押さえればいいんじゃないの？それは良くない止め方だな。次に鼻血が出た時のために、簡単な鼻血の止め方を教えとくぜ。まず顔を前方に傾け、鼻血が喉に流れ込まないようにするんだ。親指と人差し指を目と目の間の少し下の鼻筋に置き、そのまま下にスライドさせ、口骨が軟骨に変わる崖のようなポイントまで来たら、柔らかい部分で鼻をつまむんだ。あれ、私完全に逆を向いていたわ。血が止まるまで優しく圧迫するんだが、もしこの部分が見つかってなかったら、指の位置を調整して、適切なポイントを見つけてくれ。気になるかもしれないが、血が止まったかどうかはまだ確認してはダメだ。よく目にするが、鼻血はこまめにティッシュを取って、止まったかどうかを確認するには良くないんだぜ。私、10秒おきに血が止まったかどうかを確認してたわ。そんなことをしたら、せっかく固まり出した血の塊が壊れて、止血にかかる時間が長引いてしまうんだぜ。時計を見ながら、最低でも10分間しっかり押さえて、ゆっくり指を離して確認するといいぞ。鼻血の止め方についてちゃんとメモしたわ。次に本当の鼻血が出たら試してみるね。そうしてくれ。ケチャップには効果がないからな。ちなみに暖房の入る季節は、肌の乾燥はもちろん、鼻の中も乾燥するだろ。乾燥すると粘膜の炎症を起こしやすくなるから、鼻血を出さないために保湿を心がけるのが大切だぞ。具体的にどうやって保湿すればいいの？鼻の粘膜に何か塗るのは怖いわ。具体的にはワセリンを、鼻の入り口に塗り保湿するだけで大丈夫だぜ。さらに、夜間も暖房が必要な季節は、マスクをつけて保湿することも予防の一つだぞ。意外と普段やっていることが予防だったわ。それじゃ。次に行くぜ。知らないと損する裏技10選9つ目はこれだ。息を止めるだけはもう古い。しゃっくりを止める簡単な裏技、だ。おお、いきなりためになりそう。しゃっくりが長引いて、早く止まってとか、長引いて苦しいとか思ったことないか？私、よくしゃっくりが止まらないのよね。だから、友達に脅かしてもらって止めようとしたり、必死で耐えて止めようとしてるわ。そんなことしなくても、一人で簡単に止められるんだぜ。まずは、簡単に仕組みについて説明するぜ。しゃっくりの原因はアルコール摂取や大量喫煙、早食い、一気飲み、暴飲暴食による、急激な胃拡張と言われているんだぜ。他にも急に大声や高い声を出したり、大笑いしたりすることも引き金になるんだぜ。また、精神的ストレス、睡眠薬や抗がん剤など、強い薬の副作用などによっても起こるぜ。あら、そうだったのね。私、今まで気づかなかったけど、お腹いっぱい食べた後によくしゃっくりが出るわ。さらにはしゃっくりは横隔膜を支える筋肉が痙攣し、それが横隔膜にも伝わることでも起こるんだ。横隔膜って、胸とお腹の真ん中にあるやつね。そうだ。さっきも霊夢が言ったけど、昔から、驚くと止まる、息を止めると止まる、など、しゃっくりを止める方法はいくつかあるけど、これは医学的には何の根拠もないんだぜ。ここからは、しゃっくりを止めるための、正しい二つの方法を紹介するぜ。一つ目は、両手をへその下の下腹部に当て、鼻から息を吸い10秒息を止める。次に鼻から息を出す。最後に自然に呼吸をする。これだけだ。すごく簡単ね。この途中でしゃっくりが出た時は、最初からやり直しだ。わかった。一つ目の方法は覚えたわ。二つ目は、左右の人差し指をやや強めに両耳に突っ込み、1分ほどそのまま待つぜ。次に、最大限まで息を吸ったら10秒間息を止め、再びゆっくりと限界まで息を吐くことを繰り返す。最後に舌を少し痛いかな？と感じるくらいの力で、30秒から1分ほど引っ張る。この作業だ。舌を引っ張る、少し怖いわね。けど私、しゃっくりが止まるならやってみたいわ。試してみて、うまくいったら教えてくれ。これで長時間苦しい思いをしなくて済むはずだ。ちなみに、何の役にも立たない豆知識だが、ギネス記録によれば68年間も、しゃっくりが止まらなかった人がいたみたいだな。68年間ってすごい時間だわ。どのくらいの頻度でしゃっくりをしていたのかしら？それはわからないから想像に任せるぜ。しゃっくりのほとんどはさっき紹介した、自然治癒の方法で止まるみたいだが、場合によっては、病気が原因で、発生することもあるそうだぜ。なんだか少し怖いわね。それじゃあ、次に行くぞ。知らないと損する裏技の雑学。最後は、厚着よりも薄着で運動した方が痩せやすい、だ。これは初めて聞く情報だわ。厚い格好をして運動をした方が汗をたくさんかいて、良い運動ができそうだけど、ダイエットになると急に食いついてきたな。実はこれほとんどの人が勘違いをしているんだが、薄着の方が痩せやすいんだぜ。霊夢の言った通り、厚着で汗をよくかいた方が、痩せやすいと思いがちだけども、この汗は単に体の水分が主に出ているだけだぜ。そうだったのね。厚着の運動は、水分不足になりやすそうね。薄着での運動は体は、冷えた状態から始まり、
自分自身の力で温めようとするため、多くのエネルギーを消費するんだぜ。そして脂肪を多く燃焼してくれるんだ。それなら、冬場の運動も効果がありそうね。その通りだぜ。でも運動後に体が冷えたからといって、すぐに入浴することは心臓に負担がかかるから、やめた方がいいぜ。少なくとも30分以上休憩してから、入浴した方がおすすめだ。あまり気にしてなかったわ。運動から帰ってくる間に汗が冷えて、寒いと感じるからすぐに入浴したくなっちゃうわ。その気持ちはわかるぜ。疲れた時は風呂に入ってリラックスしたくなるからな。だけど、冬に薄着をして寒さに耐え、代謝を上げる方がダイエットには効果的ではあるぜ。すごいド M みたいな発言してるけど、大丈夫かしら？私はそんなの耐えられないわ。無理はしない方がベストだな。人間は寒い季節には基礎代謝が高くなるんだ。基礎代謝が高くなると運動をしていなくても、カロリーを消費しやすい状態になるんだぜ。雪山で体力を消耗しやすいのはそのせいだ。それって、夏場より冬場の方が痩せやすいということね。まあ、そういうことになるな。だがし、薄着のしすぎには注意だぜ。慢性的に寒さが続くと体の防御本能は、防寒のために脂肪を蓄積しようとするんだ。だから、脂肪が燃焼されにくくなって、ダイエット効果が期待できなくなるぜ。確かに冬場の凍った湖で泳ぐ寒中水泳も、長時間はやらないわね。くれぐれも間違った方法や、無理なダイエットはしないでくれよ。わかったわ、見た目よりも中身が大切よね。そういうことだ。これで、知らないと損する裏技の雑学10選は、全部紹介したぜ。どうだったか感想を聞かせてくれ。そうね、知ってそうで知らない内容ばかりだったわ。これで人生、チートできそうな気がしてきたわ。ああ、それは嬉しいぜ。知らないと損する裏技は知っといた方がいいからな。それじゃ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。